皆さんお元気ですか？牧師 YouTuber の菅野直樹です。出前牧師菅チャンネルにようこそお越しくださいました。どうぞお入りくださり、最後までご視聴お願いいたします。グッドボタン、チャンネル登録もお願いいたします。本日12月18日日曜日、例外を作ることをやめよう。習慣は第二の天性と言われます。習慣はとても素晴らしく大切なことです。良い習慣を身につけるためにはどうしたらいいか、例外を作らないってことですね。いや今日は疲れたから、明日からまたやればいいんじゃないの、いやもう連休だからね、明日2日分やろう。皆さん、続かない人の特徴は例外作るのが得意ですね。それから習慣が壊れていきます。皆さん、三日坊主でいいんです。三日坊主が三日と続ければやがてそれが習慣となっていく。どうぞ習慣を壊さないためにタイムマネージメントしてみてください。つまり時間をしっかりと管理する。夜更かしをすると朝起きる時間が遅くなる。そして次の日眠くて仕事にならない。そうするとですね、もう習慣、今日はもう疲れたからやめとこうってことになってしまう。ちゃんとね、次の日のために早く寝る。夜の時間っていうのは楽しいですね。リラックスしてね、すべてを忘れて。そしてスマホを見たり、だんだんね、面白くなってきてね、YouTube 見たりね、あるいはいろんな記事を見たり、いろんなメールのやり取りをしているうちにだんだん興奮してきてね、目が冴えて眠れなくなってしまう。この時間を管理するということ大切だと言われています。どうぞ寝る時間をあまり極端に変えないで、そしてできるだけ早く寝てしまう。そして朝起きてから、朝起きたらカーテンを開けてね、いい風だな、いい太陽だ、雨が降っててもね、いい雨だ、気持ちよく目覚めていきたいものです。そしてね、習慣を続けていく、必ずやる。どうぞ先延ばし言い訳をしないで、今日もあなたのやるべき習慣をねやってくださいね。私もですね、このようにも毎日 YouTube をアップロードする、あるいはね聖書を読む、祈る、そして街頭に立って伝道する、日曜日になったら教会で説教をする、そういう一つ一つをね習慣にしております。あなたの習慣は何ですか？人それぞれ違うと思います。あんまりね、大変なことをやり続けるとね続きませんので、無理しないでできる、習慣をですねぜひ身につけて、そしてルーティーンとしてね言っていただけたらいいなと思いますね。きっとね、例外を作らなければあなたはもう何倍もの人生を生きることができる。蒔人羊を守れるその良い八重なる蜜汁は雨より響きぬ喜び、主耶稣は生まれぬ。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。ごきげんよう。さよなら。